COJT 第3期秋学期 PAO 開発チームの発表を始めます。私たちは OSI 参照モデルを元にしたアドベンチャーゲームの開発を行いました。すみません、ちょっとくしちゃいますね。次のスライドお願いします。はい、目的です。コンテンツ概要を紹介して、メンバー紹介して、制作同期で最後にコンテンツ紹介って感じです。やっていきます。コンテンツ概要です。 え、利用言語は C s h a r Unity を使って制作しました。え、コンテンツとしては Web ブ,ブラウザーゲームになります。ゲームジャンルはミニゲーム付きアドベンチャーゲームとなっています。対象ユーザーは私たちと同じような年代のゲームが好きな10代から20代ということで設定しています。メンバー紹介です。え、メンバー名と役割分担はこちらになります。 スライドのアイコンは私が書いたんですけれども、えー、スペシャルチャットのアイコンと一致してるので、こういう顔のアイコンの人たちが <laughs> いると思います。なんか動いてくれてますけど <laughs>。で、えっ、ー、と、一致させてるので、えー、それぞれの作ったものについてお話ししたい人がいたら、ぜひ後で声をかけてください。えー、次に制作動機です。えー、数ある、えー、情報技術、知識の中でも、ネットワーク技術というのはなかなか詳しく知らない人が多いです。 知らない技術については軽視されてしまいがちですよね。皆さんも仕事や大学などでそんな経験あるんじゃないでしょうか。興味を持ち調べようと思えばいくらでも情報が出てくる現代において、まずはネットワーク技術そのものについて興味を持っても,ってもらえればなと思って制作しました。コンテンツ内容です。ジャンル、先ほどお話ししたようにミニゲーム付きアドベンチャーゲームです。 えー、OSI 参照モデルをモチーフにした全7階層からなるアインピラットを攻略するというオリジナルストーリーで各層で OSI 参照モデルの内容とリンクしたミニゲームをプレイしてクリアすることでゲームが進行する仕組みになっています全体を通しての総プレイ時間は30分から1時間ほどになっているので手を出しやすいようなボリュームになっています読むのが早ければもう少し早くできちゃうかもしれません えあくまで OSI 参照モデルを完全に理解するためのものではなく、興味を持ってもらうための取っかかりとなるゲームとして制作しましたえ。簡単に各ミニゲームを紹介します。第1層、物理層では、ビット転送を行うための物理的なプロトコルが含まれています。ゲームとしては、物語の主人公、パケトが障害物を避けながらケーブルの中を駆け抜けていくことをイメージした LAN ゲームを制作しました。 第2層、データリンク層には Mac アドレスを使用したやり取りやデータ余りの修正についてのプロトコルが含まれています。パケットが流れてくるデータのうちの誤りのデータを消すことをイメージしたシューティングゲームを制作しました。第3層、ネットワーク層には IP アドレスを使用したやり取りについてのプロトコルが含まれています。パケットが流れてくるデータを正しくルート選択することをイメージした仕分けゲームを制作しました。 第4層、トランスポート層には、通信の信頼性を確保するためのプロトコルが含まれています。代表的なプロトコルとして UDP、TCP があるのですが、それぞれの特徴をイメージしたオ <laughs> セロゲームを制作しました。第5層、セッション層では、通信の確立、維持、終了までのプロトコルが含まれています。 時間内に正しいコマンドを連続で正確に入力することで、最初から最後まで通信を正しく保つことをイメージしたコマンドゲームを制作しています、制作しましたえ。私がプレイした感じだとこのゲームが一番難しかったので、ぜひ皆さん後でトライしてみてください。えー、第6層、プレゼンテーション層には、えー、データ表現形式、文字コードなどのプロトコルが含まれています。表現形式を統一することをイメージした暗号解読ゲームを制作しました。 第7層、アプリケーション層には、アプリケーションごとに固有のプロトコルが含まれています。ここまでのゲームストーリーを通して学んできたことの復習を兼ねたクイズゲームを制作しました。最後に、開発メンバー以外の協力者のご紹介です。株式会社 Wacom 様には Wacom Syntec Pro16 を対応していただきました。株式会社セルシス様には、開発メンバー全員分のクリップスタジオペイント EX アカウントを付与していただきました。 えー、バニリン様にはバイナリーライブ、他4曲の楽曲提供をしていただきました。各ミニゲームの詳しい説明やゲームをプレイするための URL 紹介はブースで行います。時間潰しやおしゃべりしたいだけでも大歓迎なので、ぜひブースに遊びに来てください。えー、ノベル部分連打してもらって、えー、ミニゲームだけ触るとかもできますので、ぜひ遊びに来てください。ご清聴ありがとうございました。